ソーフスブッケは、ノルウェーの文献学者。ルーン文字や、コエッタ、スノッリノエッタに関する業績で知られる。1880年代の著作、スタディア、オーバーでノーディスカクで、オージーヘルテザーンズ・オプリンデルスでは、コノルド語文献に見られる神話のほとんどすべてが、キリスト教や後期古典古代の概念に由来したもので、あるとする理論を提唱している。彼の理論は、大きな反響を呼び、 激しい拒否反応も見られたが、後世の理論にいくつかの影響も与えている。ブッケは1833年1月5日にノルウェーのラルビクで生まれた。彼はクリスチャニア、コペンハーゲン、ベルリンで教育を受け、1866年には現在のオスロ大学で比較文献学を呼び、コノルド語の教授に就任した。ノルウェーの民謡や伝承。 ルーンヒブンの収集に加え、ケルト語、ロマンス書語、オスク語、ウンブリア語、エトルリア語の研究に大きな貢献を果たした。ブッケは文献学や民族学に関して数多くの著作を残している。最大の業績は1867年にクリスチャニアで出版した声タの皇帝版である。彼はキリスト教やラテン語圏の伝承がイングランドを 経由して、スカンディナビア文学の中に入り込んでおり、エッタの詩や、初期のサガは広くそれらの上に成立していると主張した。他の著作としては、コノルド語の民謡を収集した、ゴンラ・ノースキー・フォーキバイザーや、ビドラグ・ティルデン・エイルドスト・スコール・ディ・ディグト・ニングス、イストリエ、ヘルゲ・ディグティン、アイデン・イールドリー・エッタ、ノースク・ソガ・フォーテイリング・オーパス・サガスクリ・ベニング、アイ・アイランドなどがあり、 さらにルーンヒ文に関する多くの著作がある。1907年7月8日没。ありがとうございます。